下関市菊川町国道491号は山口県下関市から長戸市に至る一般国道である。瀬戸内海側に面する山口県下関市町府の国道2号分岐を起点に山口県内を縦断して木場田を越えて日本海側の長戸市湯谷の国道191号交点に至る延長 53km の一般国道の 路線である。一般国道の中でも、いわゆる国道と呼ばれる路線に挙げられており、特に、木場田落と物関、長戸市境で、道路幅員が狭いことが特徴として知られる。山陰自動車道に並行する自動車、専用道路として整備が予定されている、田原山、豊田道路と、長戸田原山道路は、国道491号のバイパスとして位置、付けられており、 タワラ山、トヨタ道路起点で国道435号を介して、国道491号と間接的に接続する予定である。直両道路は国道491号原道とは大きく異なる経路となっており、県道下関長戸線に並行する経路をとっている。1993年4月1日に一般国道の路線を指定する政令の改正により、 それまでの山口県道37号下関豊田、湯屋線、山口県道34号下関長戸線の一部を指定して成立した。起点から下関市小月本町2丁目までの間は旧国道2号の区間であり、小月バイパスの完成により一旦県道下関長戸線に降格したものを国道に再昇格させたものである。 2013年度より、小月小島交差点と小月ワイパスを直結する、下小月ワイパスの事業に着手している。下関市と長戸市を短絡させるルートであり、半分以上の区間は片側1車線で整備されている。いわゆる、国道と呼ばれる区間は2カ所あり、木端を挟む下関市菊川町大技、遠富市から、下関市と与田町大技無黒寺の間、及び、 下関市、長都市境となる、下関市と与田町大和一の股から、長都市湯屋川原の区間は、福音が1.0車線と極めて狭く、急カーブ、急勾配が連続する。木場田尾には、大型車通り抜けできませんの標識。下関、長都市境は、大型車通行困難の標識が設置されていて、路上には小さな落石や 落ち葉や木の枝が落ちているなど路面状態が悪い。長年市付近は国道491号の改良工事が進められており、時期によっては通行止めとなっていることもある。ありがとうございます。